それでは記者発表機構の急異物潰瘍病の神経症病原菌の発生と今後の対応についてです、はい、なおこの発表につきましてはレクチャーもありますので詳細につきましてはこちらでお願いします。それでは知事お願いします。はい、今お話したキウイフルーツの潰瘍病の問題でございますけれども、今回ご案内のとおり国内で初めての系統、PSA3 であることが5月2日に判明しまして、現在10園地208、まあ、約2ヘクタールですね、での発生が確認されています。今回の新しい系統 PSA3 は国内で発症例がなくて、また感染力など病原性が強く、発病すると加熱するなど甚大な被害が生ずる恐れがありまして、その拡大を防止するため県では発生が確認された5月2日付で直ちに病害虫発症予察特殊法を発表しまして、関係者に広く注意喚起と防除対策を周知するとともに、市や農業団体と連携して伐採班を編成しまして、地元生産者と協議を進めながら、早速翌日の5月2日3日から伐採を開始しておりまして、昨日現在で被害園地の 73% に当たります、151R 約 1.5 ヘクタールを伐採しております。明日5月10日には合意の得られたすべての園地の伐採を終える予定でございます。また新たに産地指導班を編成しまして、防風ネットの設置や予防剤の散布、園地出入時の消毒等の具体的な対策を呼びかけるとともに、園地巡回による異常の有無の確認や現場研修会の開催などによる防除の徹底等に努めているところでございます。県としては病原菌の蔓延を早急に抑え込む必要があることや、JA 中央会等からの要請も踏まえまして、緊急対策を講じる必要があると判断したため、発症園の緊急伐採や予防剤の散布を支援するための、キウイフルーツ潰瘍病緊急防除対策費、県費2,137,000円を創設しまして、本日付で予備費を充当して農家負担の軽減と被害拡大の防止に努めることとし、すでに伐採された園地も訴求して対応することといたしました。また国や県の既存事業等を活用した防風ネットや雨よけハウスの整備など、潰瘍病を防ぐ施設整備等についても必要に応じて実施することとしています。さらに国に対してもキウイフルーツ潰瘍病対策について伐採や回食等を進めるための受胎共済制度の創出、耐性品種の開発等に向けた試験研究の拡充や新たな支援策の事業化等を強く要望したいと思います。なお仮に発病した木の果実を、ここが大事な点ですけれども、食べても人体に影響するものではないということはぜひ皆さんにも合わせて、まあ、報道していただけたらというふうに思います。要は、枯れるということが問題であって、人体等には全く影響がないというふうなものであるということはぜひお知りおきいただきたいと思います。追ってキウイフルーツ潰瘍病の神経と病原菌発症状況や今回予算措置した緊急防除対策事業の詳細についてはこの後担当部局より説明をさせていただきたいと思います。以上です。